ここからは記者解説です。先月25日に中国が独自で運用を進めている宇宙ステーションに向けて3人の宇宙飛行士を乗せた有人宇宙船神舟18号が打ち上げられました。その打ち上げに密着した ANN 中国総局の富坂範明総局長に現場の様子ですとか中国が進めているこの宇宙開発について解説をしてもらいます。富坂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは先月打ち上げられたその神舟18号、現場で取材されてどうでしたか？そうですね、このやはり有人宇宙船の打ち上げというのは非常にですね、中国にとって国威発揚のために重要なイベントなんだなというのを感じました。特にそれを大きく感じたのがですね、この出発の3時間前に行われる出発式なんですが、この3人の宇宙飛行士をですね、皆さんが送り出すんですけど、その時に歌う歌がですね、歌唱祖国という歌なんですね。はい、この歌はですね、まあ、強くなる祖国を歌おうと、豊かになる祖国を歌おうと、まあ、こういった趣旨の歌詞の歌で、まさにですね、宇宙強国となった中国をアピールしている、まあ、そういったことを非常に強く感じた今回の取材でした。こう国を挙げて進めているということがよく伝わるような瞬間だったわけですね。今回打ち上げられたこの神舟18号、はい、どんな状況でどのような形だったんでしょうか？そうですね、神舟18号はですね、まあ、神舟17号の後継機として打ち上げられました。今はですね、この上でですね、あの宇宙空間でその中国が運用している天宮とですね、ドッキングをしまして3人の宇宙飛行士は天宮の中で暮らしています。そしてですね、まさに昨日、まあ、その前のですね、前任の神舟17号のクルーの3人がですね、地球に帰還したんですね。まあ、このように中国はこの宇宙空間に常時3人の宇宙飛行士を送り込んでいるということで、非常に高い技術力と豊富な人材があるのだなというのは今回改めて感じました。はい、そして今回送られた神舟18号ではどんな実験が行われるんでしょうか？はい、こちら神舟18号ではですね、まあ、ゼブラフィッシュという、まあ、熱帯魚とですね、藻を使った実験などが予定されているんですね。これはですね、いわゆる水の生態系を宇宙空間で再現しようというもので、まあ、将来的にですね、宇宙空間で魚を養殖するときなんかに役に立つんじゃないかと、まあ、そういったことも狙って研究をしているということです。まあ、そういったことをいろいろ見据えながらですね、中国は宇宙空間での実験を進めていると言えます。実際にじゃあ宇宙で暮らしたときにそういうことができるかどうかを想定した実験という感じがしますね。そうですね、まさにですね、半年間その人たち暮らすわけですから、そこで将来的に宇宙基地を作る上で何が必要かというのをですね、見据えながらしっかり実験を進めているということかと思います。はい、今回は中国が独自に運用しているこの天宮への、まあ、接続ということだったんですけど、アメリカや日本が参加している国際宇宙ステーション ISS とは全く別のものなんですよね？そうですね、この ISS とは別に中国が独自で開発を進めています。まあ、一番大きな違いはですね、この運用期間なんですね。このアメリカや日本が運用している国際宇宙ステーションは2030年末には運用期限を迎えます。まあ、その後どうなるかわからないんですが、運用がそこで終わる可能性があるんですね。一方の天宮はですね、それ以降も運用を続ける予定ですから、まあ、この ISS が運用が終わった後にですね、例えば他国の宇宙飛行士を天宮に呼んだり観光客を呼ぶということも言っていますから、そうなるとますますですね、こちら中国側の宇宙ステーションの存在感が増していく、まあ、そういった可能性もあるかと思います。はい、そして今回打ち上げられたその神舟は全部中国製なんでしょうか？そうですね、中国というのは基本的に宇宙開発は国有企業が行っているんですね。なので基本的には部品なども含めて全て国産で賄うというのが基本方針です。そもそもですね、最初はそのアメリカがですね、まあ、中国を警戒して NASA と中国の、まあ、協力を一回ですね、やめるという禁止するということがあったんですね。それもあって中国は独自の宇宙ステーションの開発に一気に舵を切りました。また習近平政権もですね、この宇宙のみならずですね、いろんな分野でですね、自分たちの国で自分たちでやるんだと自立自強というようなスローガンを掲げていますので、まあ、それにも合致してですね、まあ、国産ロケットによる、まあ、国産宇宙ステーションの開発、まあ、そういった路線が続けてきてますし、まあ、これからも続いていくと思います。はい、まあ、今回ね、その ISS がまあ2030年末で終わるかもしれないという中で中国が独自の開発も運用も進めていて、まあ、この宇宙ステーション以外に、まあ、中国における宇宙開発って今後どうなっていくでしょうか？
そうですね、中国はですね、この宇宙ステーションの先の宇宙空間も見据えていると思いますね。具体的には月や火星なんです。まず月に関して言いますと、ジョーガというですね、探査機をすでに月の裏側に着陸させています。さらにですね、2030年までには月への有人月面着陸というのも目指しているんですね。またその先にある火星についてもですね、祝勇と呼ばれる探査機を、2021年に着陸させています。実はですね、この火星にたどり着いた国というのはアメリカと中国だけなんですね。なのでこの宇宙空間においても熾烈な米中の争いが続いていると思われます、言えると思います。またですね、月に関してはですね、具体的な成果も出ているんですね。こちら中国がですね、月を探査した結果を元にした月面の地図なんですが、これがまさに先月発売されました。こちらですね、こういった2冊組の非常に立派な本が発売されてまして、今回ですね、ちょっと購入して紹介しようとも思ったんですが、2冊でですね、16万円もするということで、ちょっと断念しまして、今回はこの写真で勘弁していただければなと思っております。じゃあ、研究の成果が存分に詰め込まれた、かなりこうしっかりとした本っていう感じなんですかね。そうですね、これは貴重な、研究結果を収めた本ということで、中国国内でも大きく報道されています。ここまでこう中国の本気度というのは伝わってきましたけど、なぜここまで宇宙開発に力を入れてるんでしょうか。そうですね、やはりですね、これは将来的にはですね、月や火星に基地を作って、人間を送り込みたい、そういったところが究極のゴールとしてはあるのだろうと思います。そのためにはですね、やはりこういった月面のどこにですね、どんな資源があるのかというのを調査する必要がありますし、それを調査するにあたってはやはりですね、他の国より先にたどり着いた方が有利になるわけですね。そういった将来の宇宙基地の建設、そういったものも見据えて、宇宙開発のスピードを加速している、そういったことも言えるかもしれません。はい、先ほどもお話にありました、米中の対立、このね、覇権争いというのが宇宙にも来てるんだなということを感じるところではありますが、中国とアメリカのこの宇宙開発について、なんかこうスタイルの違いみたいなものはありますか。そうですね、私個人的に感じますのは、やはりアメリカというのは民間と政府が協力しながら開発を進めているなというのを感じます。例えばですね、イーロン・マスクさんが率いるスペース X という民間企業がありますが、そういったスペース X の企業のロケットを使ってですね、衛星を打ち上げたりしているわけですね。一方ですね、やはり中国が目立つのは党や軍が主導していく、引っ張っていく、そういった宇宙開発です。こちらのちょっと写真を見ていただきたいんですが、これはですね、主戦の発射センターに行く途中で見かけた看板なんですが、軍は民を愛し、民は軍を支えると、こういった大きな看板が砂漠の中に立っていました。またですね、この下はですね、もう砂漠に直接白いペンキで同じような趣旨、軍は民を愛して、民は軍を支えると、そういった趣旨が書かれているんですね。こういったことからもですね、やはりこの民間の技術力や人材をですね、国有企業の分野に集中させて、一気に宇宙開発のスピードを進めていく、それが中国流の開発かなというのを感じました。やはりこう国主導っていうのはすごく前面に出てるわけですよね。となるとこう、ね、軍が主導しているとなりますと、軍事利用の懸念など持つ人もいると思うんですけど、宇宙についてはどうでしょうか。そうですね、その辺私も気になったんで、今回ですね、取材の際に中国で最初にですね、宇宙空間に行った初代の宇宙飛行士、中国ではレジェンドの宇宙飛行士と呼ばれているヤン・リーウェイさんという人に話を聞くことができました。そのヤンさんはですね、取材に対して、宇宙空間というのはですね、特に有人飛行の分野においては競争関係ではなくて協力関係なんだと、より多くの日本の科学機構とも実質的な協力をしていきたいということですね、非常に友好的、開放的な姿勢を示していました。一方ですね、これまで中国は、国際社会の反対を押し切って、衛星の破壊実験なんかを強行したりしている過去もあるわけなんですね。なのでこのヤンさんの言っていることが本当に守られるのか、これはですね、今後も中国の宇宙開発の在り方というのは注視していく必要があると思います。そうですね、国が主導というとね、やっぱりこういろんな多様性というのは少しこう狭まって一方方向になっちゃう可能性もありますし、かつね、国民も少し声を上げにくいというお国柄もあるでしょうから、こうしっかりね、世界も含めて監視していく必要があるところでもあるのかなと思いますよね。はい、まさにそうだと思いますね。中国は人類運命共同体ということを習近平さん率先して言っていますので、それだったらやはり宇宙空間もですね、人類のために共通して使っていくと、そういったことが本当に守られるのかというのを、きちんと見ていく必要があると思いますね。はい、
今コメントでも来てるんですが、なんか日本は完全に負けちゃってるねとか、中国と日本ではレベルが違うんだねっていう声もありますし、あとはお金ものすごく使ってるねっていうような反響もあります。やっぱりこう国を主導して使う、ね、こう開発に当ててるということもあって、お金はかなり投入してるんでしょうね。そうですね、これはもう国の方針として予算がビチッと決まっていますので、まあ、それを決めたらですね、しっかり使うというのが、まあ、いわゆる社会主義国家ですから、まあ、トップがですね、それを決めればそれがスムーズに実行されていくというのがありまして、まあ、そういった意味では野党とかがありませんので、まあ、そういった意味ではスムーズにですね、そういった政策が実行されていく中で巨額のお金がそこに投入されているということは言えると思います。やはりほとんど国産で賄っているというところもすごいとか、日本だと全部が全部国産というのはなかなか難しいもんねというコメントもあります。やっぱそこにはこう中国のプライドというか、まあ、矜持みたいなものはあるんでしょうね。そうですね、やはり自立自強というのは中国の中では非常に重視されていまして、まあ、ちょっと分野は違うんですが、ファーウェイの携帯電話なんかもですね、まあ、アメリカで半導体が規制されたところ、まあ、ファーウェイは独自で開発をして、まあ、細かいナノのですね、半導体を作ったという事例もありますし、まあ、やはり中国としてはそういうふうに締め付けられたら跳ね返すんだというところでですね、まあ、独自の国産の技術を開発していくというのは、まあ、国主導、党主導でやっていくというのは非常に得意な分野かもしれないですね。確かに携帯の話もそうですけど、宇宙の分野では特にこう、ね、いろんな技術が投入されて国の力を上げてやっているということがすごく伝わってきましたね。そうですね、やはり国有企業が中心になって軍と一緒に開発をしているということで、まあ、そこはですね、ほとんど国産の世界で賄っていこうというのが非常に大きな特徴かと思います。あとはね、取材をしてくれたヤン・リーウェイさんの言うように、こう競争関係ではなく、まあ、宇宙というのは誰のものとも決まっていないものですから、これをこの国々で分け合っていいふうにこう開発が進んでいくといいですよね。そうですね、まあ、ヤンさんが言ってることは嘘じゃないと思うんですね。ヤンさんはそういった理想で宇宙について向き合っているとは思うんですが、まあ、それがですね、国の本質となって本当に守られていくのかというところはですね、やはりこれから注視する必要はあるかと思います。はい、富坂さんに話を聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマニュースキャスターの辻歩です。これを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。